ここに来て山川穂高を応援したいという声が続出するわらわら。やらかし、山川さんを応援したい人が、やっぱりたくさんいるみたい。これ以上、主力を抜かれたら見てられないのかも。仕事とプライベートをしっかり分ける、仕事的山川ファンたちの、公私混同なんて言語道断、をご覧ください。一回の失敗で一生、犯罪者の烙印を押されたら、もったいないな。俺は山川選手を応援したい。一発打てる山川みたいな選手は、チームを救ってくれるから、いなくならないでほしい。ファンとしては、野球での功績とプライベートは別で考えてほしい。まず、男女の問題はお互い自己責任で、野球には関係ない。自己責任で済むなら、警察はいらねえんだよハゲ。プライベートは関係ないって、被害者がいる事件でその理屈は通用しないだろ。しかも嫁子どもおるのにやからな、坂本が可愛く思えるくらい、ひどいで。一回の失敗事実であれば、被害者にとっては一生では。一回の失敗が一線を越えたんや。でも証拠がない。だから相当処分、おそらく不起訴。西武ファンは温かいな。他球団のファンだったら大荒れやろ。他球団の選手が同じようなことしたらやっぱりかばうんやろか。よし、反省しとるな。